こうね、ゴルフをしてて大事な球を打つっていう時だって、例えばクラブを振るじゃなくて球を打つっていう風なことを心がけて、やっぱりゴルフっていうのをやりたいわけですよ。こうじゃないですよね。もちろん体の動きっていうのもね、後々は必要ですけど、まずは振り子運動をできるようにしましょう。この時に、今何気に僕はこういうふうにやってますけど、できればこっち側、横側から見たとき、後方からですね、見たときに下じゃなくて、若干、そう、今ぶつかっちゃいましたね。後方から見たときにクラブ下側にこうやって向けてしまうと、どうしてもヘッドが下に向かって帰るよっていうことを知らず知らずのうちに体も覚えていってしまいます。なのでできるだけ高さを下げることなく、高さ、特に手元も変えることなく、まずは左に動かしてください。今僕は左手でやってますけど、これは右手でやっちゃいけないのかって言われると、右手でやっちゃいけないってことはありません。右手でやってる人たちもいるんです。だとしても、右手だとしても、右肩の前で帰ることはあったとしても球どこ飛ぶと思うんです。まともに当たったら普通に左にしか飛ばないですよね。だから左にね、まっすぐ飛んでった時距離出る、それは確かにこうそうなるかもしれません。でも例えば右手で持ってて、何かこう体の左側に何でもいいです、叩くものがあったり、叩こうとした時にこうやって叩く人いないと思うんです。叩くとこうやって叩くと思うんです。手元の方が出てきて、手元をヘッドが追い越して叩いてたら、多分力は弱いどころか腕痛いし、下手するとなんかこの辺のこうね、腕ちぎれそうな感じしてきますから、叩くときっていうのは手元側からいきます。そして手元にある力がぶつかってからこの力は先端に行こうとしてもらえると力は伝わると思いますので、右手でやったとしてもヘッドを出す練習は絶対しちゃダメです。手元が動いていく練習をしてください。反対側に重ね合わせて、これで